でもここは試合話できないですよね、まだね。そうなんですよね。その辺は思わせぶり、思わせぶりでお話しましょうか。10秒前です。はい、じゃあ曲から入ります。はい、ラミさんは直論遅れるというでも読めないって言ってたので、ひょっとしたらはい、皆さん、夕方6時を回りました、こんばんは、シピーレンの時間です。今日はですね、ちょっと聞き慣れない、耳慣れないっていうんですかね、声でスタートしたかと思いますが、普段でしたらシピーレン副会長の藤波さんの方がパーソナリティを務めているんですけれども、今日は本当に超ピンチヒッター、いきなりですけれども、はい、私、大座な小学校 PTA 会長の池原浩二と、益城中学校 PTA 会長の中曽根2人で、はい、お送りしたいと思います。またですね、この番組ではですね、メッセージを募集します、まあ、いつも募集してますけれども、メールアドレス、お伝えします。 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、また FM ギノワンでは、ユーストリームでの映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンとのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。またツイッターも連動してますので、たくさん、ツイートしていただければと思います。はい、それでは早速一曲、紹介してからお話を進めていきたいと思います。ではお願いします。話をこの話をして、あの CM 行きたいと思いますって言って CM で切ってから次の話題に行きましょうかね。わかりました。そしたらね、CM 流れてないで、じゃあこの話に切り替えようって話で、はい、切り替えやすいので、でも CM が、あれだな、CM 入れるとこ間違ったらずっと話しとかないといけないから、はい、CM が1分20秒ですか。1分です。1分、はい、が2回入ります、はい、じゃあ、5年ぶりのパーソナリティだから何喋っていいかわからないですよ。あ、そうなんですステージ、5年ぶりです。益城中もあれかな、合唱コンクールは、来月の14だったんですよね。宜野湾市民会館で、はい、そうそうそう、貸し切って宜野湾市の4中学校全部やるんですよ。一緒にってことですか。各校で、うん、他の中学校はやっぱ学校でやってるんですか。いい、宜野湾市民会館4校とも全部。あ、うちはコンベンションですか。あ、コンベンション、このホールでやる。コンサートとか、はい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 、コンベンションセンターの、劇場等ですか。あ、そうそうそう、はい、ちょっとその話も触れられるかなと思って、ちょうど宜野湾中学校が、うん、宜野湾中学校が明後日なんですよ。フェイスブックの写真です。全流はいつなの。
終わってうちの娘のクラスがなんか代表になったみたいで、学年代表、はいはい、学校代表と、学校代表と学年代表になって学校代表ですね。じゃこの話ちょっと僕が振るので、ちょうど益城中学校でもあったんですけどっていう講演会があったんですけど、桜はまだかでしたっけ。桜はまだか、これ 何回目か3回目ぐらいご注意かけてもらって、うん、 CD あります。みんなに配ってるだからびっくりした。残り1分になります。で、あとはここの話してオブジェナショーの運動から話して、はい、で合唱コンクール十分だと思います。でその間にあのメールちょうだいってちょっともっとちょうだいアピールをしないといけないですね。あとは IYPF のオーディションの話もちょこっとできる。残念ながら出場はできなかったんですけど、曲紹介ポッて言ってもらって。あ、僕か。はい。残り10秒です。はい、ただいま聴いていただいた曲はコンスタントグローさんの、桜はまだかという曲です。FM ギノワンさんの方では、2回目3回目ぐらいですかね、ちょっと僕の方でリクエストして何度か、曲をかけさせてもらってるんですが、今回この曲一発目に、選曲した理由として、サッダー先月ですかね、東京の方でやった、うん、国内最大級の障害者の音楽コンテスト、はい、ゴールドコンサートっていうのがあって、うん、このジャハナ サトシさんだったかな、はい、イサムさんですね、はい、ジャハナイサムさん率いるコンスタントグローがなんと金賞を受賞、うん、優勝したということで、あのお祝いの意味も兼ねてちょっと曲をかけさせてもらいました、はい、新聞に、ね、載ってましたけれども、まあ、私も、この益城中学校でちょうどこのガナあの、はいはい、ジャナさんそのコンサートじゃなくて講演会プラスでもコンサートみたいな、そう3曲ぐらい歌っていただいたんですけどね、その時もこの曲歌ってもらって、聞きに行きましたけれども、はい、あの非常になんて言うんでしょうね、以下の来てましたよね、はい、講演会ね、聞きに行ったんですけど、はい、すごい良かったなって思うのと、ただすごい重い話だったなっていう、そうですね、だったんですけどね、本人はねちょっとエロトークとか、はい、冗談を交えて話はしてるんですけど、もうなんだろうね、あの明るさはっていうぐらい、本当そうですね、はい、びっくりしましたけど、まあ、その後もこのヘムギノワさんでお話しさせてもらったんですけど、あのイサムさんの講演聞いて僕はお母さんに会いたいなと思って、イサムさんのお母さん、ね、あの実はイサムさんだけじゃないんですよね、障害持ってるのね、はいはい、兄弟が確か4人でしたっけ、6人え5人中もうほとんどの方が4人が障害を持ちで、その同じ障害っていう、はい、びっくりしますよね。でお父さんも亡くなってるんですよね、はい、でお母さん一人でそういう4人中3人でしたね、すいません、そういう、はい、ね、障害ある子たちをもうちょっと、うん、まあ、あんな素晴らしい人に、ね、育てるお母さんに本当会ってみたいな、そうですよ、ね、お母さんに講演をしてもらいたいなと僕も思いましたね、ちょっと講演っていうか、ね、はい、ちょっと会って話を聞きたいなという気がします、ね、ただ印象に残ってるフレーズが僕もずっとあって、一個だけ、はい、本当にお母さんに死にたいと思ったことないのって、あれね、すごかったですね、あれ衝撃でした、すごく残ってます、私に手が4つあったら、ね、ったら一緒に崖から飛び降りてたかもね、飛び降りてたかもっていう、なかったから今があるんだってすごい衝撃的な、笑いながら言ってたっていうね、あれ、うん、超感動しましたね、すごかったですね、強いお母さんだなと思いましたね、はい、あのね、ギノワン
あの市の各小中学校でもしあの興味ある方がいたら、うん、ぜひ地原さんとコンタクト取ってもらって、そうですよね、あの駆けつけてくれて多分歌も披露してくれると思うので、はい、もう喜んでいきますとかっておっしゃってましたもんね、はいはい、Facebook とかあのたどればすぐつながると思うので、うん、ぜひ興味ある学校関係者の皆さんは、はいはい、声かけしてみてください。そうですね。コンスタントグローの桜はまだかでした。はい、それではここで一旦 CM 挟みます。いい感じですね。とりあえず10分は過ぎました。あと50分もありますか。大丈夫ですか。50分だと言ってますけど、実は、曲が流れてで計算すると、まあそんなないです。大丈夫です。最悪もう一曲入れてもらえる。あ、でもそれは大丈夫。言っていただければ。一個だけじゃちょっとあの全然前世を選挙してください。あ、待ってよ、全然前世やめよう。待ってごめんなさい。先週ぐらいになんか小学校の子たちが来てたと。はい。あれやめましょう。ちょっと待ってくださいね。20秒前。ちなみにこの後に流す曲は。ロゴも一曲一応入れたんですよ。そのじゃあ、はい、中曽根さんの曲いきましょうかね。でもちょっと渋すぎる曲ですよ。でその後にバックインブラック で、はい、であとはあの始まった、はい、はい、CM 明けましたけれども、先ほどはですね、桜はまだかっていう曲について、ちょっとお話をしたんですけれども、今日月曜日、はい、そして、まあ、昨日がですね、実は大蛇名小学校運動会だったんですね。まあ、正直というか多分宜野湾市内では一番遅かったのかな、運動会としては。最近バラバラですもんね。はい、そうですね、まあ、日にちが重なってない分、まあ、他の校長先生とかも来てもらったりとかっていう、あの益城中学校区なので、はいはい、石川校長もお目になってました。あ、はい、まあ、私も PTA 会長としては初めての運動会で、非常にバタバタっとしましたけれども、まあでもなんて言うんでしょうね、保護者の皆様のもう本当に良き理解と、協力でですね、スムーズに、まあ、今回ですね、大蛇名小学校40周年、運動会という題してですね、はい、ちょっと記念会みたいな形で運動会をこう盛り上げていこうということでやってたんですね。はい、まあ、なので PTA のその協議っていうのも玉入れやってるんですけど、それ以外に40周年の記念の運動会だからっていうことで、地域の皆様にもっと大蛇名小学校に、関心を持ってもらおうということで、校長先生のかつての願いでですね、あの未就学児、はいはいはい、つまり幼稚、ね、大蛇名幼稚園ではない子たちを含む、はいはい、まあそのちっちゃい子どもたちを対象に10メートルの徒競走をしていただいたんです。で未知の世界だったんですね。ましてや幼稚園とかでよく見ますけどね、はい、まあ、もちろん幼稚園児もあのちゃんと大蛇名幼稚園の子たちはかけっこしましたけれども、さあ果たしてどれだけの、お子さんを連れた、保護者が来てくれるか、もう未知だったんです。本当に事前に声かけとかしてるわけでもなくて、してはあるんですけど、未就学、確定数が出てなかったんですね。はい、あ、ちょっと怖いですね。はい、未就学児なので、はい、お手紙をこう配布っていうことができない状況で、はいはいはい、でもお声かけしたところ300実はあの参加賞を用意しました。でも200以上はけてました。おお、すごいですね。はい、200人の子供が走ったいるってことですね。すごいですね。で、まあ、走れない子どもはあのお母さんが抱っこして、お母さんお父さんまたは、はい、お兄ちゃんお姉ちゃんが抱っこして走ってくださいということで、漏れなく全部お菓子を、お渡ししたんですけど、あの意外にですね、かあの校内放送して、場内放送したらスムーズに出てきたんです。あ、お菓子があったからですかね。まあ、でもこのお菓子かなとは思っ、お菓子が欲しかったというよりは実は皆さん絵が欲しかったみたいです。絵がっていうと、つまり一人のお子さんに対して必ずペアで攻めに来るんです。ああ、なるほど。一人はゴールの方にいて、はい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 、みんな携帯で構えてるっていう、
もう絵が欲しい、我が子の絵が欲しいっていう。でもこれってすごくいいなと思ったんですね。で、一人ずつこうお菓子を渡していったんですけど、まあ本当にスムーズに皆さんバーッと集まって、いいですね。なんかすごく楽しかったです。まあ、PTA のね、その行事で今言った玉入れとか、うん、あと綱引きとかあるんですけど、はいはい、正直な話、中学校はもう無理やり引っ張らないと出てくださらなくて、あ、結構去年一昨年ですかねは結構大変な思いをしましたね。あ、綱だけがある感じですか。いや、一応最終的には出てくださったんですけど、はい、やっぱりもうちょこちょこ子供も、うんうん、引き込みながらみたいなやり方したんで、うん、まあやっぱりその PTA 行事にどうやっていかにね、はいはい、会員さんを絡めていくかっていうのは、うん、まあ、難しいところですけど、でも王者の小学校は大成功。そうですね、もう来賓の方々、皆さんから、すごいいい運動会でしたねってお褒めの言葉をいただきましたし、先生方も、まあ、頑張って、水曜日から準備を進めてですね、うん、で、まあ、テントが十何張りか出てるんですけど、はい、自治会のテントも含めてですが、閉会式が終わって、皆さんにこうテントの片付けのお声掛けをしたところ、わーって集まってくださって、はいはいはい、で、まあ、今年実は退官される教員がいらっしゃるんですけれども、一言終わってちょっとミーティングしたんですけど、その時に今年の運動会の片付けは一番早かったと思うと、うん、素晴らしい、それだけお手伝いしてくださる方がいっぱいいたねっていうことで、すごい良かったなっていうのと、あと大体グラウンドに皆さんテント自前のテント、はいはいはい、今ほとんどですね、テントを持って、ね、会員式のテントを持ってきて1万円ぐらいで買いますもんね、はいはい、まあ、安くなったなっていうのもありますけど、はい、立ててるんですけど、今回通路の問題っていう大体出てくるんですけど、うん、皆さんマナーが良くてですね、ちゃんと通路ですっていうふうに線を引いたところきっちり並べてもらってですね、誰もはみ出すことなく、だからそういうトラブルもなくてですね、非常にスムーズに、会が進んだなっていうので、あとは一番怖かったのが実は路中の、はい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 、問題あるんですけど、それもですね、今回は普天間第二小学校さんから、カラーコーンをお借りして、本当心よく貸していただいてですね、はい、カラーコーンを、並べて、朝だけちょっと親父会のメンバーと、また先生方とちょっと、立証の人たちとですね、指導っていうんでしょうかね、交通整理だけをして、うん、で運動会始まったんですけれども、一個も通報もなく、すごいですね。王者小学校って、ね、周り止めるところないんですよね。ないんですよ、はい。マスキ中もマスキ中はどうしても使えないときは羽衣小学校の駐車場を使わせてもらったりとか、はいはいはい、ね、あと宜野湾市の陸上競技場の駐車場を使わせたりしてもらってますけど、それでもやっぱりね、まあ、結構そうですよね、マンモス校ですからね、パトカーが回ったりとかそういうのはありますけどね。今回本当にもう路中の車もなく、通報もなく、クレームの電話も一本もなかったっていう、すごいですね。本当に保護者の皆様の協力、本当に良き理解と協力のもと、素晴らしい会ができたなっていうふうに思います。まあ、運動会となるとその暑い中やったりとか、はい、まあ、雨が降ったりとかって心配いっぱいあったんですけれども、特に先週の頭は日曜日雨の予報だったんですね。そうでしたね。で、前線が降りてくるからどうのこうのでさあ、まあ、なので校長教頭と話しながら、これ雨だったらどうするって、で水曜日、教員の皆さんで、学校のテントを設営、まあ、それでも保護者が何名かお手伝いいただいたらしいんですけれども、テント立てた後にですよ、雨降ったらどうするっていう、まあ、やっぱり一抹の不安が、こればっかりはね、はい、でもその前の週かその前の週ぐらいの各学校はね、やっぱり台風があったりとか、はいはい、その PT の行事をね、そうですね、ちょっと早めに短縮して終わりましたっていうこともあったんですけど、お弁当もなくなった学校もあるってなんかちらっと聞いたけど、それはないのかな、
何なん、確かそういう話も聞いたような、ね、聞いてないような、はい、ちょっとね、うる覚えですけれども、はい、そういう話を聞きましたが、それで、まあ、無事に終えましたっていう話は聞きましたけれども、まあ、雨も降ることなく、午前中、まあ、ちょっと風が強くてですね、砂が舞いまくって、これは大変なことだったなと思ったんですけど、まあお昼直前のこのに、まあ、水まきをしてですね、そしたら昼食を食べてる間、なんと風も収まってですね、素晴らしい、美味しくお弁当もいただくことができて、で午後になるとですね、だんだん日差しが傾いてくると、うん、テントの中に日がガーッと入ってくるわけですよ。俺は暑いよねって話したら、午後になったらなんと曇ってきてですね素晴らしいですね。あ、これ良かったと思って、PTA 会長の日頃の行いの成果だと思います。いえいえ、もうでも本当に実は金曜日にも先生方とちょっとお話をして、さあこのどうするって話をした時に、まあ教頭先生とお話をしてたんですけど、大丈夫です、日曜日晴れますとかって私が予言しますとかって言ってましたけど、本当に晴れましたねとかって、本当にいい思いが叶うですね、はい、まあ、運動会ができたなと思いました。素晴らしいです。まあ、本当にこれも会員の皆さん、また地域の皆さんの協力あってのことなので、また不妊症から普天間第二小学校からカラコもお借りすることができたっていう、はい、まあ、要はその横の連携ができて、うまくいったなという本当に思いました。まあ、途中どうするどうするっていうので、あれはどうしたこうしたっていうのはあったんですけれども、まあ、それも何事もなかったかのように、無事に全てクリアできたっていうところが大きかったかなと思いましたね。皆さんなんか疲れたねとか大変だったねっていう話も出ず、よかったねっていうので終えたのが一番まあ、PTA 会長冥利に尽きたっていうのがありましたね。素晴らしい、素晴らしいですね。はい、まあ、なので今日はゆっくり校長先生休んで、ね、おそらく今日は振り返り休日、はいはい、多分番組出ますってお話をしたら、頑張ってねって言ってくれてたのは多分聞いてるんじゃないかなと思う。校長先生も呼んでくればよかったんですいや出て頑張ってねで終わってましたいつも運動会のお話しますよって振ったんですけど、はい、頑張ってねで帰ってきた。あ、多分これは僕が頑張らない、ね、去年のスピーデンの副会長で終わりましたもんね。そうですね、はい、まあ、でも今日はゆっくりお家で休まれてるかと思います。まあ、なので、すごくこう今日は教員の皆さんゆっくり休まれてる。まあ、最近ね先生方大変ですからね。そうですね。まあ、2週間ぐらい前ですか、連日、教員の超過時間超過のね、話題がずっと載ってる時期があって、いろいろあったんですけれども、はい、ではですね、ここで一曲お届けしたいと思うんですけれども、僕のリクエストですかね。行きましょうか。ちょっと渋い曲なんですけど、はい、ちょっとこの週末とあるところで歌った曲です柳ジョージさんの曲、聴いてください立ち上げればいいですか。まあちゃん、この書き方は中瀬さんじゃないっぽいですね。キラキラまあちゃんってこれはメールアドレスなんて言っちゃダメですけど多分中瀬さんじゃないっぽいですね。まあでもマイク確かにこう近づけた方がいいです僕の声は随分十分入ってると思うんですけど、あ、聞こえてない、少しレベルが低い。
そうそう、じゃあちょっとこれが終わったら、合唱コンクールの話、話題に触れましょうかね。もう30分です。合唱コンクール何の話するんだろう。まあ益城中学校がいつだったかっていうのと、本当は全中学校に紹介した方がいいと思うんですけど、わかんないので多分ね、もう、あ、でもどこか終わったって言ってたかな。11月の14日。新鮮な番組になってます。たまにあの藤波さん、あのこう問題点を投げて終わったりしますかね、番組。PTA こういう問題がありますけどみたいな感じで、びっくりするんで投げっぱなしかいとかって思うんだけど。ツイキャスの方にも一つコメントが来てます、はい、あ、初初見です。群馬で聞いてます、びっくり。どういうつながりですかね。この間あの熊本の話したら、熊本からは何件か来てましたよ。あ、まあ、聞いてるんですね。何がどうしたんですかね。どこでつながってるんですかね。多分このツイキャスゾーなんか、まあ、あー、それキャストで見てるんだ、はい、リアルタイムで。その画面の下にこう、はいはいはい、計何名って書いてあるんですよね、うん、今放送が始まってこの人数の方、はいはいはい、今この分の3っていうのが今聞いている方なんです。はいはいはい、この数字を100倍ぐらいしないこれですね、意外に伸びないんですよ。ただ後で見てる人が多いんですよね。あ、そうですね。あとは YouTube に上げたい、うん、後で見てる人が多いんですよ実は。残り1分です。中学旅行ってるのか。そうですね、今日、あさってまで2泊3日だから、もう明日帰って、明日ですね。そうそうそう、あ、じゃあ中分、あれの話を、YPF の話をしよう。それでその後、合唱コンクールの話をしましょう、歌つながりでヤングパフォーマンスフェスティバル、あれ中分連の主催なんで、中学校の文化連盟ですから全県なんですよ。残り30秒です、はい。じゃあちょっと、今日は真由美ながいないから、真由美からの願いなしですね。はい、時刻はですね、午後6時28分を回りました。お車を運転されている方は、安全運転で、もう日もどっぷりと暮れて本当に真っ暗になりましたけれども、お気をつけて、家路に疲れますようにお願いいたします。本当に最近秋を感じるなという、沖縄にいてこれを季節を感じるようになった自分は年を取ったのかって思うんですけれども、はい、ツイッキャスにメッセージが来てます。初見です、群馬で聞いてますということで。そうですね、はい、あ、なんかメッセージが出ましたけれどもね、金太郎さんですね、はい、いただいております。お、はい、また来ました。群馬でもうちなんちは頑張ってます、携帯のラジオで沖縄の番組聞いてますっていう。あ、うちなんちの方なんですかね。じゃあうちなんちですね、はい、金太郎さんありがとうございます。ぜひぜひこれからも沖縄を愛していただいて、
ね、エールを送っていただければと思います ね、 そうですね。今ちょうど世界のウチナーチューもやってますけど ね、 ね、やってますね、まあ、世界のウチナーチューだけじゃなくて、はい、日本にも日本にも日本全国にもウチナーチューが頑張ってるということで、はい、いますのでね、メールも届いております。ありがとうございます。こなきらママです。いやーすごい、新鮮な番組になってます。さすが経験者の池原会長、全然緊張してませんね。してます、中曽根会長ももっと素敵な声を皆さんに聞かせて、キャーという黄色いのかな、だいたいどなたかは想像がつきますが、ね、かっこして遠慮せずにマイクに近づいてって、あ、すいません、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。お叱りの言葉を言っておきますお叱りというか、まあ、励ましですね。ありがとうございます。はい、ね、本当に中曽根さんもちょっと低い渋い声をしてますからね。まあ、これから多分、私もこうやって番組をに出させてもらう機会増えると思いますけど、中曽根会長もぜひ一緒によろしくお願いします。はい、まあ、懐かしい曲を聴いていただいたんですけれども、まあ日曜日その運動会の話をありましたっていう話をしたんですけど、今度はまあ、私ちょっと中学生も息子がいますので、はい、それこそ中曽根会長にはお世話になってるんですけれども、中学2年生がおりまして、益城中学校ですね、はい、そうですね。彼はその軽音部に所属してるんですが、まあ、中文連という中学、文化連号ですかね、うん、連盟ですかね、ちょっとすいません正式名を忘れましたけれども、中文連が主催する、沖縄県のですね、ヤングパフォーマンスフェスティバル、略して YPF という、全県的な要は若者のパフォーマンスのフェスティバル、まあ、そのままですね、のオーディションが実は土曜日に、茶壇中学校の方でありまして、はい、益城中学校の軽音部も参加してまいりました。結果を先に申し上げますと、残念ながら本選にはいけませんでした。あ、残念ですね。ただ細かく評価というかですね、はい、コメントもいただいて、お褒めの言葉もあったので、それを胸にちょっとまた次のそういうパフォーマンスができる機会目指してちょっと練習をしてほしいなとは思ったんですが。何組ぐらい出るんですか？バンドとして出ていたのは確か14組ぐらいだったと思います。で、パフォーマンスフェスティバルなので中には漫才あり、おお、なるほどなるほど、大道芸あり、はい、というちょっとでダンスの部もあってですね、ダンスのオーディションはまた別の体育館で、会場が別だったので私見ることはなかったんですけれども、まあ、そうやってダンスのコンテストもやってた、はい、実は私この中文連さんが主催するこの YPF の存在全く知りませんでした。まあ、なのでこのヤングパフォーマンスフェスティバル本選に選ばれると12月の11日に実はテダコホールでですね、ライブをすることができた。テダコホール、はあ、はいはい、の、小ホールですかね、中ホールですかね、ちょっとこうすり鉢状になってる会場があるんですけど、そこで、本当はライブをすることができるというですね、またやっぱり、ついこの間もありましたけどライブ宜野湾、はいはいはい、あれは、教育委員会さんが、主催でやってましたけれども、そのライブ宜野湾同等にですねプロの PA さんが来て、セッティングをしている中で、そういう舞台でのパフォーマンスができる、まあ、すごくいい経験になる、舞台なので、まあ、ぜひぜひこういう機会にですね他の、まあ、宜野湾市にある4中学校さんの中から漫才で出たいとか、はいはいはい、大道芸で出たいとかっていう方いてもいいんじゃないかなと思いますけれどね。まあ、変な話、宜野湾中学校さんには、宜野湾市長のモノマネをするあ、ね、メンバーもいますので、すごい上手な子でしたよね本人の目の前で堂々と、まあ、そういうメンツもいるので、ぜひぜひなんか情報を仕入れていただいて、来年はぜひそういうパフォーマンス、ね、披露していただければ会も盛り上がるんじゃないかなと思うんですけれども、ちなみに今検索したら、はい、沖縄県中学校文化連盟ですね。文化連盟ですね、文化連盟、はい、
ね、なんかそういう文化活動をもっと盛んにしようという活動をしているようなんですけれども、うん、まあ実際にこの、びっくりしたのはですね、オーディション会場に行くと PA セットが組まれてるんです、しっかりとしたスピーカーが8つぐらい、はい、大きいスピーカーが8つ並んでる。で、あのミキサーもドーンってあって、アンプもボーンで、ギターもドラムももうフルセットなんです。すごいなと思って、これ聞いたら、あの北谷中学校の教員個人の私物ということでびっくりしたんですけれども、で、もう立派な要はライブステージが出来上がってるわけです。うん、個人でかと思ってよく見たら、どこかで見覚えのある顔なんです、その教員の先生が。あれと思ってよく見たら、私の高校の一期先輩でした。びっくりしました。で、まあ、なので会場行って、こうちょっとこう手が空いた時に、まあ、挨拶に行ったんですけれども、おおとかって あっちもびっくりしてましたけれども、まあ高校生の時からお互いにちょっとバンドをやったりとかしてたので、その流れでずっとやってるっていうこと、まあ大学の先輩でもあるんですけれども、すごいですね。はい、もう個人でもう多分全部 お金そこに行ってるんじゃないかなっていうぐらい、機材がフルセット、まあ、あのワイヤレスマイクまであってですね、漫才はちゃんとワイヤレスマイクでやってましたから、すごいなと思ったんですけど、まあかれこれだから20年ぐらいそういう活動を個人でやってる方が、まあ要はサポートして、こういう YPF のオーディションがされているっていうのもね、ちょっとすごい、あのびっくりしたんですけれども、面白そうですね。はい、まあ、なのでぜひぜひ、あのね、普天間中学校さんとか加賀津中学校さんからもそういうパフォーマンスに出ていただく方が出たらいいなとは思うんですけれども、まあ、スポーツも盛んですが、こういう文化活動っていうのもですね、なかなか体験できない、場面だったりするので、まあ、一つのキャリア教育になるんじゃないかなと思いますし、まあ、大人と関わる機会っていうんでしょうかね、うん、増やしていけたらいいなとは思うんですけれども、まあ、そういった形でこうライブをして、この生音を一日中聞いてたんで、結構あの昔の血が騒いでですね、私もですね、あ、またちょっとやりたくなったなと、息子のあのギターをこう弦を、まあちょっと新しくしようぜってですね、その晩すぐ、早速ですね、弦を買いに行って、ちょっと弦を張り替えたんですけれども、今日はまあ早速この結果を聞きながら、みんなあの KOM のメンバーみんながっくししてましたけど、まあでも新しくこう弦を張り替えて少しテンションを上げてもらって、まあ練習を励んでもらいたいなと思うんですけれども、まあいい経験になったかと思いますんでね、私も血が騒いだので、ここで一曲、それが次の選曲なわけですね、かけたいと思います。なるほど、はい、懐かしいなと思う方もいらっしゃるかと思います。 ACDC で Back in Black。 多分来れないでこのまま行っちゃいますね。僕は曲、もう一曲入れと探しといて欲しかった曲を言ってなかったですね。すいません。大丈夫ですよ。あ、そうそうそう。ないものねだりです。かな分、ないものねだり。合唱コンクールの話しようかな。それで多分もうほぼ時間いっぱいです。あと CM も1本残ってます、はい、じゃあこの曲終わったら CM 行ってもらって、はい、ちょうどいい感じだと思います、タイミング的に。カナブーンの曲もありました。カナブーンの曲もありました。絶対あると思います。人気な曲なので。でもなんか割とこの入っ絶対にあるだろうって思った曲が入ってなかったですね。ああ、それライブラリーにないとかけられないってわけじゃないですよね。一応、ああ、
最悪つないだらなるとかっていう、あでも割とこの持ってきてかける方もいらっしゃるあの FM 読みたんで、はい、パーソナリティ3年やってたんですよ、はい、1時間の生番組1人でですか、1人でまあゲスト呼んでたんですけど、はい、なのでその時はもう全部自分で持ち込んで、うん、まあライブラリにあるのもたまには書けましたけど、ほとんどもう家でも選曲しといて、パソコンから流してたかな。でもなんかそれこそ中学校の頃とかの職場体験がラジオ局にあったんですけど、なんかその時はこう CD の棚から取ってっていう、あれのイメージだったんで、この iTunes になってるっていうのはすごいなって、うん、もう今普通ですよね。そうですよね。そっか、今職場体験の話で思い出した、今週職場体験ですよね、和式中学校。あ、そうですね、水曜日から、うん、そうだよ、それも触れなきゃいけないいや、だって企業さんが随分助けてくれないとできないですよね。100社ぐらいいないと回らない。そうですね、うん、職場体験はラジオ、高校も中学校もラジオ局でした。ああ、そうなんだ。それで今なんですね。あ、そうですよっぽど興味があったんです。あ、そうですね高校の時に放送部だったので、で僕は喋る方じゃなかったんですよ、実は、はい、ミキサーなんか喋る方になってるあ、でも私もそなんか高校の時にこうミキサーをやりたくて入ったんですよ、人数が足りないということで。アナウンスでそのまま大学もミキサーをやりたくて入ったんですけど、喋り手が足りないから喋る方っていう感じ。え、大学はどう。大学は徳島の方の大学に行ったんです。徳島、はい、徳島です。なんかこう最近徳島随分つながりがありますねああ日比も徳島大会だったんですよ、今年で行ってきたんですよ。はい、はい、なるほど、で宜野湾中学校の保健の先生も徳島の大学出たって言ってたから、徳島の大学は3つぐらいしかないんで、はい、一つは確か芸術系の大学があるんですよね。芸術、あ、じゃあ高校だそれ。高校だそれ。そう、じゃあ職場体験の話と、あ、職場体験の話したらもうそれで終わっちゃう。中曽根さんの話振ったら一発じゃん。職場体験僕何もしないですよ。まあでもあの今合唱コンクールの話もします。じゃあ、かな分かけたらもう時間いっぱいですよ曲は聴けないんだってがっかりしてる曲は聴けないんだってがっかりしてる人がいるあそう、それは言わないといけないしね、はいはい、10秒前です、はい、はい、CM 開けました。金太郎さん、すいません、インターネットの配信の場合は曲が流せないんです。申し訳ありません。曲が聴けないんだということでちょっとね、ツイートしてますけれども申し訳ないです。これは著作権の問題ですかね、確か。はい、いろいろあってですね、曲を流すことができないのがインターネットの世界だということで、ありますけれども、また ACDC の曲はいろいろと聴けると思いますのでぜひ楽しんでいただければと思います。曲というか音楽つながりで言うとですね、宜野湾市内、4中学校ありますが、合唱コンクールがやっぱり芸術の秋なんでしょうか、どこの中学校でもあるということで、宜野湾中学校がなんとあさっての水曜日、宜野湾市民会館大ホールを貸し切って、まあ、全学年クラス対抗の合唱コンクールがされるので、今毎日朝もお昼のあの45分の自主活動の時間もみんな合唱を歌っているんですけどね、宜野湾中学校。益城中学校さんも多分
まあ、あると思うんですけど、式は11月の14日の月曜ですね、コンベンションの劇場等で、はいはい、ありますね。これもまたおそらく、こういう特別な会場を借りるというのも、うん、何かしらこの体験キャリア教育の一環なのかなと。そうですね、去年だったかな、一昨年はたまたま式中学校の体育館、まあ、できたばっかりだということで、はい、体育館でやったんだけど、はいはい、やっぱりこの音の響き方とか、うんうんうん、まあ、もうピアノそのものが多分違うと思うんで、確かに、はい、やっぱり歌う方も聞く方もやっぱり劇場等の方が断然いいんじゃないですかね。多分2割ぐらいうまく聞こえるんじゃないですかね。確かにそうですね、はい、反響がありますしね、はい、でピアノもコンサートピアノって言って、うん、ちょっとグランドピアノしか長いピアノ で、ね、はい、やりますし、浦添市の手だこホールはこのピアノがコンサートピアノがですね、スタインウェイのピアノなので、また音色が違ったりするんですけれども、あれですかね、マシキチューは僕が知ってる限りも生徒がしか歌を歌わないんですけど、はい、他の学校とかは他のなんていうの、催し物とかあるんですかね。って言いますと、いや、うちの娘はまだ大山小学校にいるんですけど、はい、大山小学校がこの間先週かな、はい、終わってて、で基本は、まあ、生徒だけが対象みたいなんですけど、うんうん、まあ、時間ある保護者は来てくださいみたいな感じで、うちの奥さんの方が言ってるんですけど、はい、先生も歌って、お、であとなんか先生が所属するリコーダークラブみたいなのも、うん、あ、ゲストでゲストかなのか分からないけど、ね、来て、すごいなんか普段にない楽しい音楽発表会なんですかね、になったって言ってましたけどね。なるほどですね。あ、音楽発表会かもしれないですね、これ、この時期。ただ、うん、ただそこで学校代表とクラス代表は決めたって言ってましたけどね、はいはい、あ、どうなんですか、中学校とまた小学校で若干、ね、取り組み方が違うかもしれないんですけれども、うん、まあ、4中学校どこも、はい、クラス対抗 で、 そうです、ね、この時期芸術の秋ということで、おそらく合唱コンクールされてると思うので、はい、まあ、ね、聞いてみたいなっていう保護者の皆さんはぜひその会場に足を運んでみてはいかがでしょうか、うん、意外に中学生なんていうんですか、合唱部でもないクラス対抗なので、うん、どうかなっても思うかもしれないんですが、意外に上手です。そうですね、びっくりします。はい、はい、まあ、音楽の先生が随分こう頑張って指導されてるんだろうなっていうのが伺えます。音楽の先生ね、で、はい、なんかマシキチューは今回はこれは初の取り組みみたいですけど、課題曲以外に必ず校歌を歌うみたいですね、うん、今回は。あ、そうですか、はい、あ、じゃあ2曲歌うわけですね、というふうに聞いてますけど、詳しいことはちょっと確認できないんですけ ど、 ね、校歌はやっぱり中学校の、うんうんうん、なんですかね、みんなでそれを必ず歌おうっていう形でっていうふうにこの間校長先生が話してて、ちょっと詳しくは聞いてないんですけど、はいはいはい、益城中学校の校歌は私まだ覚えてます。まだ覚えてるというよりは今も現役で聞くんですけど。そうですよね。はい、でも自分も歌ってたのでよく覚えてます。ねえ、びっくりします。で、ちょっとキャリア教育の一環ということで触れたんですけれども、今週はなんと益城中学校は職場体験が始まりますね、水曜日から金曜日まで、まあ、本当にご協力いただいた企業様には本当にありがとうございますと、そうですね、お礼を申し上げたいと思いますけれども、これ面白い話益城中あって、僕の三男坊の同級生の、はい、まあ、息子さん中学校2年生かな、うん、がすごい、海洋生物というか、うんうんうん、海の生物に興味があって、はいはい、まあ、本人美ら海水族館に就職するっていうのをもう決めてるらしいんですけど、素晴らしい、今回なんとこの職場体験美ら海水族館に行くらしいですよ。おー、なんとラッキーな。ラッキーなのか遠いですね。お母さんお父さんは多分送迎で大変だと思うんですけど、はい、そういう風なのを聞いてますよ。だからやっぱりね、そのキャリア教育はこう学校側からとか押し付けられるんじゃなくて、はいはい、本人がね、やっぱり子ども自らがね、自分のなりたいものに興味を持っていくっていう姿が本来は一番、うん、でさっきの根間さんもね、なんかキャリア教育、はい、ずっとラジオ局に行ったと言ってそれが今につながってるっていう、ね、やっぱり夢を持ってね、ですよね、夢を追いかけて
実際その夢に近いものを子どもたちが選んでそういうキャリア教育体験してもらったら、今ねその一番の効果が上がると思うんですけどね、うん、そうですね、はい、もうより近くなりますね。そう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 、まあ、そこでね、まあ、あこんな世界もあるんだっていう気づくのもあると思うんだけど、うん、やっぱり夢を持ってるんだったらその夢に、ね、はい、近いところに向かって行ってくれたらいいなと思いますね、まあ、変な話ね、自分の息子ながらに、なんていうんですかね、高校生とか大学生になってバイトでできるようなところには選ぶなよってい う, いう言い方はしました。普段体験できないよ ね,、はい、そうですね、もうここにはまず行かないなっていうか、うん、行けないなっていうところがこう募集してたらそこに応募するのが一番いいよっていうアドバイスはしてるんですけど、ね、うちも三男坊は今回どこ行くのかちょっとちゃんと聞いてないんだけど、うちの長男次男は消防署行ってましたね。あ、なるほど、はい、消防署行って救命救急士のなんか資格も、資格じゃない、なんかそういう訓練したって言って、ね、言ってましたね、はい、あ、まあ、そういう中曽根会長も仕事上、はい、そういうキャリア教育じゃないですけどそういう職場体験じゃないですけどパイロット講座でしたっけ。あ、航空教室っていうのは、ね、はい、やってますね。それは、まあ、うちの会社がこう、まあ、地域というか、はい、そういう地元の皆さんとの関わりを、うん、持ちたいということで、まあ、小学校さんとか多いですね、来てもらって普段見れない格納庫の中でこう整備をしている、もうエンジンを外してる、羽を外してる飛行機を見てもらいながら、あとは、まあ、パイロットさんの話聞いたりとか、スチュワーデスさん、今はキャビンアテンダントっていうんですけどね。で最近面白いのはほら、ライフジャケット、ライフベストってあるじゃないですか、はいはいはい、あれを実際にもうつける、まあ、その前からもう早く逃げてくださいっていうような、そういうもうちょっと模擬をして子どもたちに緊張感を持たして、で実際にライフベストをつけてもらって、うん、もう実際に膨らますっていうところまで、おー、あ、パーンって、はい、まあ、やってますので、興味ある学校はもう宜野湾市はメインで、うんうんうん、僕が担当できるなら担当しますので。ですよね。ぜひなんかこれは、まあ、藤波さんっていうかシピーレンでもね、なんかそういうのいいよねっていうので話は盛り上がってるんですけれども、まあ、実現に向けてちょっと、ね、そうですね、動き出したいですね。ぜひ地元なんで、はいはい、まあ、まあ、なのでそのキャリア教育という部分でいうと、まあ、最近、まあ、正直僕らの時代にはなかったコンテンツじゃないですか。そうですよね、ちょっと羨ましいなって思ったりはしますけれども、うん、そうですね、まあ、でもあまり知りすぎてもね、あれだ、ちょっとあれかなと思ったりもするんですけれども、うん、まあ、ただでも情報は今あふれている時代なので、 そうですね、それよりもリアルな体験をしてもらうっていう視点でキャリア教育が進めていければいいなと、まあ、実は思いましたけれども、ね、そこで大事なのはやっぱりあれですね、まあ、さっきも言いましたけど、やっぱりこうね、周りからほらやれやれって言われるんじゃなくて、うん、やっぱり自分でこう何かを見つけるためにっていう意識を持ってやってくれたら、ね、うん、いいと思います、はい、もう早いじゃないですか今、もう高校入ってもうすぐ理系なの文系なのってね、うん、ちょっともう自分が何になりたいかっていうのもあんまりこう持てない中でね、うん、こう分散化されて、まあ、いい面もあるんでしょうけどね、はい、そういったのをもう小学校中学生の頃からね、うん、自分の希望はここだっていうのを持っていろんなのに取り組んでほしいですね、うん、はい、そろそろお時間近づいてきたんですけれども、今日はですね、ちょっといつもならさよならで終わるんですけれども、今日はですね曲を聴きながら、終わっていきたいなと思うんですが、いつもなら真由美のお願いっていう真由美さんがいらっしゃるときは OK なんですけど、私も残念ながら中曽根会長も真由美なではないのでそうですね、はい、今日は真由美のお願いはなしという、まあ、ただ、まあ、お気をつけてお帰りくださいということだけはお願いをしてですね、番組を閉じたいと思うんですけれども、まあ、シピーレンの番組、この宜野湾市にある小中学校の話題を取り上げて PTA 活動を紹介する番組なんですけれども、今後もですね、皆さんぜひ、応援をしていただければなと思います。それではこのツイキャスがですね、閲覧数が、100とか200とかになることを願ってですね、それこそないものねだりなんですが、カナブーンの曲ないものねだりを聞きながら今日はお別れしたいと思います。それでは皆さん、また来週お耳にかかります。
はいね、あこれでむちゃくちゃ盛り上がってるしね。でも、でも温泉に出れなかった。あのもう一曲がちょっと出来が悪かったんです2曲やるね。もう1曲も出来が悪すぎたんですよ、本当に悔しかったんですけど1曲だけにすればよかったかなと思うぐらい。そしたら多分いけた。指摘が、そういう指摘の仕方だった。もう1曲の方がちょっと重点的に、はい、マイナスの要因だったので、もう会場とグルーブしちゃったので、この曲で、うん、あじゃあすごい掴んだ感じだった、はい、あれ掴めたんですよ、うん、あこれを評価してくれたら多分絶対行くなと思ったんですけど、まあ残念ながらもう一曲の方が音外してたのでボーカル命だ、悔しいですね、そうボーカル命だってあれほど言ってたんだけど緊張のあまり音外して